ます。じゃあ皆さん、仙台、乾杯。乾杯。乾杯。はい、今ですね、トゥーレモンに来てます。で、今日は大川さんが、宮城でねミートアップをしてくださるということで、で、なんかおすすめのご飯屋さんないですかみたいなのが、流れてきたので、僕が、たまたまですね一番最初にコメントをして、ここがおすすめですということで、で、はい、トゥーレモンに来てます。ついにね大川さんに会えるということで、もうね昨日の夜からすごい緊張してました。はい、でコーヒーもねまあ、ギブということで20パックほど用意して、まあ大川さんね飲んでいただければなと思います。まあ多分2時間ぐらいだと思うんですがね、楽しく、食事をねしていきたいなと思います。それでは行ってきます。もう車の中です。もう今のところ一泊だけですよね。今日撮影とこの人を自分のチャンネルに載せるのマジで自由なんで、いくらでも撮ってください。確かに確かに、もう自由です自由です。もうそんな著作権なんてないんで、有名人でもないし、カメラで。そうキャンピングカーね、うん、今そう3人です。そうなんですよ、今のところ一泊だけですよね。そう一泊だけ、一泊だけ本当になんだっけな、電源とかもろもろストックしたいねみたいな。そうそうそう、3時間登って1時間撮影して3時間かけて下ってきた山登りの日。そうなんですよね、みんな撮ってる感じ撮っといて、ちょっとなんかすごいなんか面白いから。そう、それ以外は基本的にキャンピングカー泊まってて、今のところは全然大丈夫です ね今のところはもう大丈夫。これから辛くなるかもしれない、暑いから。昨日のだから今日、今朝起きた時が一番暑すぎてしんどかったですね。確かに、ね、暑かった。そう、でもやっぱりね以前記事に書いた通り、そのなんか撮影って観点だとやっぱキャンピングカーすごいやっぱ合理的で、めっちゃなんか撮影しやすいし、おすすめです皆さん。はい、バカでかいカメラバッグが一つと、普通のカメラバッグが一つと、こんなでっかいインスパイアの箱が一つと、そうなんだ、ガチってるんだ。アパチャーのケースに入った機材が一つと、まあそう、FPV ドローンのカメラバッグのバカでかいのが一つと、そう、水が13ケースとそういっぱいあるんですよっていうのは ね運びながらやっぱり移動するってなるとキャンピングカー。そうなんですよ、まあ、引き続きちょっとたくさんいい動画作っていくので、今日はまあせっかくねこうやってなんか集まってるので、まあみんながもう楽しんでね、仙台がすごく盛り上がるようにね、東北がね、はい、あ東北がね、北があごめんなさいごめんなさい、東北が盛り上がるようにいっぱいつながり作っていきましょう。仙台から広げていっていただきたい、はい、うん、よろしくお願いします。今日は楽しみましょう。多分日本で僕が多分こうやってご飯会やるのって多分もう最後になるんじゃないかみたいな、ね、本当アメリカとか行っちゃうから。ありがとうございます、行ってましたもんね。そうそうそう、だからもう多分会うことないですみんなと悲しいけどやばい。そうだから今日はもう間違えたな、たくさんたくさん楽しみましょう。そう、ご飯もいっぱい食べて、あれなかったら、お菓子って何かありますかね。お菓子はね、多分もう少ししたら、なるほど。だから今日はもうたくさん飲んで、たくさん何ですか、何しましょう。チャンネルアップとだけと一旦僕もやばいっす、僕もあるんですけどもうなんか、もう気まずくなっちゃうわ、はい、もうもらいすぎて。これうわ、僕たちのオリジナルグレーンっていうか、はい、コーヒーのドリップパック、コーヒー飲みます。いや、めちゃくちゃ飲みますよ。コーヒー大好きです。でもなんかこの度全然飲めてないですよね、コーヒーちゃんと作れてないから。いや嬉しいわ、今日作りに行ったんで鮮度も。マジっすか、すごい。焙煎したて、焙煎したコーヒーです。これはどういう感じですか、フィルターなんでお湯。そうです、お湯めっちゃおしゃれじゃん。マグカップに好きだ、かけてお湯を注ぐだけ。嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。いやー嬉しいわこれ、お湯さえ沸かせば飲めちゃうみたいな。これ最高ですね、アンジーさん。お酢やめちゃう、アリスさん20個すごい、2種類アルコールのハイボールか、すごい、ありがとうございます。熱い、
一丁行きたい。酔っ払っちゃいますね、今日も。全然足んないね。シャンディーガスで調子乗ってるよ。ダメだね。俺らは入ってるよ。こっちの方で。サロンメンバーが取ってる。太一とガテマラの。どうしたの、先生。どうやって。まさに飲んでる。飲んだって言ったね。飲んだって言って、飲んだって言って、サロンメンバーさんから入ってこんだ。飲むだけ。VLOVE、VLOVE。スラック入れるから。スラック入れるから。シャンディーガスを使っていただいてて。このブレンドに持っておりて作らせてもらってたので、めっちゃ楽しみです。シャンディーガスでも温めて、温めて。いつもこんな感じで飲む。そう、じゃあこんな落ち着きますよ。俺が飲んだ時、ジャックスパロー出てましたから。僕らが飲んだ時は。へー。書いてもらった知り合いの方に。こちら。なんすかこれ。ちょっと離れるかも。もう気使わずボアマ食べてください。はい、はいはい、いただきます。味が超気に入った。これでもうなんかどんどん取っていく感じでもう大丈夫。あ、いいっすか。いらない、ありがとうございます。今日の色とお店の話うまい。いいんですか。全然大丈夫です。全てが、はい、レモンがいい感じ。ここのお店の部用で出していいですよ。いいっすよ。じゃあこれで、すいません、あ、ごめんなさい。じゃあ、こちらに立ち上げさせていただきましたね。はい、すいません、撮ったばっかり。メディアに関しては、まあ、もっとなんか分かりやすく、やっぱサロンって分かりづらいものではあるから、やっぱ本当に今ないものを挑戦していくっていうものだから明確に言えないんですよ。今ないものを挑戦するサロンですとか、なんか言っても難しいから、だからつながり学べるって言ってるんですけど、もっとその学べるにフォーカスしたコンテンツを出していこうってことで、まあ、メディアをやらせていただきましたね。はい、そんな感じです。はい、じゃあ何がきっかけで入った。酒が足んないですね。じゃあ行ってらっしゃい。動画撮ってください。動画回せばどうも。もうこれもうずっと気になりますね。見たいです。マッツンさんだ。マッツンのジャックスパロー見たい。こうやってブランディングが。あ、動画来た。じゃあ行きますよ皆さん。一回一気マッツンが飲みます。3、2、1、行ってらっしゃい。誰も飲まないんだよな一瞬。ほんとそれがつらい。行ってらっしゃい。やばいぞ。けどこれ後処理するの俺なんだよな。いや今日は大丈夫ですよ。これぐらいでもうそろそろ収めたから。おお、ジャックどう。キャプテンだ。キャプテンジャックスパロー、お分かり。あ、やばい、危ない危ない危ない。見てない。でも上半身の動きが、じゃあ全部動きない。だから外出たら、外出たらやります。これやるの違うな。もうほんともっと動きがさ、キャプテン、キャプテンジャックスパロー、お分かり。うまいんだよね、ほんとに。パイレーツ・オブ・カリビアン好きな人いないですか。好きですか。はい、マジっすか。おもろい。映画の中で一番好きなのがパイレーツ・オブ・カリビアン。見すぎてジャック好きになりすぎてモノマネが上手くなっちゃったとか。人間なんですよ。すごいよね、よくそれでモノマネしようとなるもんね。そう、なんかワールドエンドで終わってほしかったですよね。わかりますわ。ちょっと今もうワールドエンドってあれだよね、ジェイソン、ダビッド・ジョーンズ、デイビッド・ジョーンズ、デイビッド・ジョーンズが、ダビッド・ジョーンズが死んで終わり。死んで終わりだよね。その後は人魚だっけ。そうです、人魚か。でも人魚も面白くなかったっけ。黒ひげとかなんかいろいろ出てきちゃったから。あれ、でも面白かったよなんかね。あれは洞窟に入ってさ、洞窟の中になんか呪いのやつがいるじゃん。あれ黒ひげ。呪いはそれ1話。いや違う違う、最近であったよ。あった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 。なんかさ、なんかその海の溝が最後バーってしてさ、それはあれだよ。一番新しいやつ、一番新しいやつ。そう、それなんだっけ。人魚だ、最後の最後の海賊。あ、そうだそうだそうだ。あれをちゃんと見に行ったし俺、映画館で。普通に面白かったけどな。なんかね、真っ黒になるんですかね。イリスケさん行きましたけど、色埋まってきたね本当に。この段ボール欲しいぐらい。とりあえず、あ、そうだ、写真とか撮るでしょ。そうだ、個人撮影全然。あの、SNS 用のディスタンス的なやつと持ってくる。全然ね、よかろうか。
気にせずのパターンで撮ってもらっていいんで。これ持ちますね。どうぞ。大丈夫大丈夫。そっちに照明があるからこっちがいいよ。じゃああれっすね。俺がなんか映りたい人のカメラ持って。あ、そうだね。撮ります。じゃあ、すみません。なんで1個置くんだよ。撮りましょう。撮りましょう。じゃあなんか俺にカメラを渡してもらえれば撮ります。撮りましょう。そう今設定はちょっと怪しい。もう海外で行っちゃうんだね皆さん。次いつですか。次はもう多分10年後とかかな。日本帰ってくる予定はあるの。ないから、ごめんな、テスちゃんは連れてく。連れてく面白い。連れてくで。はい、あ、そうそうそう、あれはスレッドで、ちょっと誰だか忘れたし、はい、あ、はい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 、会社のメンバー全員いじるから俺だって。そうチャンス。はい、ちょっとフラインで振ってあげます。はい、お願いします。設定を学んだ。フッチの開け方、はい、ね、あれらしい、フォーカスのあれが遅いらしいですね。切り替わりが、はい、すごいすごい楽だこれ、はい、あ、いい感じ、はい、はい、じゃあ撮りますね。はい、いい感じですか。縦とかも撮ってきましょう。はい、チーズ。いい感じ。本当に機材もいっぱいありすぎて汚いですよ、ね、やります。はい、チーズ。いい感じです。いい感じ、きっといい感じなはず。こういう感じですね。綺麗だね。ありで、どうしましょう。この場に入ってくれる。入る、入る隙は。ギニュー特選隊的なやつですか。はい、チーズ。サービスショットだよ。オッケーオッケーオッケー。サービスショット。危ね、はい、危ね、真ん中が危ねんだよ、真ん中が。サービスショット。いい感じ。いい感じ。3人だけのショットいいですか。はい、オッケー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 。チャラいなこれ。どうぞ。返します。いきまーす。はい、チーズ。もう一枚いきまーす。すごい。こんなカメラ向けられたの人生初めてだよ。シュールやな。はい、チーズ。イエーイ。はい、ありがとうございます。はい、頑張ってきます、日本一周。頑張ってまだまだ中、はい、3分の1なんでね。やばい、終わった気でいたわ。だいたい。ダメダメダメ。お互いに日本盛り上げていきます。こっからこっから。ちょっと仙台を頼みました、いろいろと。マジで。東北。初期、ここ初期面にしましょう。東北。そうね。そういう、ちょっとつながり作って。ブランディングがあるとすごくいいから。やっていきましょう、マジで。今後もね、なんかどんどんやってほしいですね。お互いに。皆さんのこと忘れません。盛り上げていきましょう。はい。あの、東北のスレッドなりツイッターなりもバンバン写真上げてください。はい、忘れちゃうんで、はい、お願いします。自己紹介とともに。それでは僕たちはキャンピングカーに帰るので、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。事故に気をつけて、健康に気をつけて。もちろん。ありがとうございました。さよなら。出たこのまた明日。出たこのタイミングで、ね、また明日。またまたお会いします。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。一見僕待ちなんですよ。そういうこと。皆さんですか。すごい。いや、本当の時間だけど。今日なんてありがとう。はい、今ね、帰ってきました。いや、ほんとね、芸能人っぽいっていうか、そんな雰囲気で、登場されて、いや、すごい緊張しましたね。はい、背もでかいしね。やっぱりこう
実際ねリアルになんか Vlog の様子も間近で見れて、あこんな感じなんだっていうのを、はい、思いましたね。まあ仙台ではまずいない感じですね、あれはさすがです。はい、まあ本当ね、楽しく食事もできましたし、まあ、大川さんとはそんなに喋れなかったんですけど、隣にいたアンディさんという方と、たくさんお話ができてすごく楽しかったです。はい、でね、まあ本当に宮城県とか、遠くの方で、まあ、動画をやってる方が非常に少ないのでね、なかなかつながる機会もないので、まあ、こういう場でね今日つながった方々と、まあ、今後もね一緒に動画とかね撮るタイミングがあれば、撮りたいなと思いますしね、まあ、こうしてこう少しでも仲間がいるんだよって思えると、まあ心強いというか、はい、いいですね。はい、ということで、こんな感じですね。はい、まあ、僕らもまあ本当これからですけど、どんどんまだまだ頑張っていきたいと思います。それでは。